はい。桐生、俺だ。柏木だ。 柏木さん、すいません。ちょっと今病院なんです。後でかけ直してもいいですか？桐生、六代目が撃たれた。何？大吾が？どういうことなんですか？1時間くらい前に 本部の会長室で撃たれた。詳しいことはまだわからん。だが、どうも本部にいた奴の話によると、六代目を撃った男は風間の親父そっくりだったらしい。え？風間の親父さんに？ああ、そうらしいんだ。とにかく状況が分かり次第連絡する。 それじゃ。どうしたんすか、兄貴。どうやら東京でも東条会の六代目が撃たれたらしい。それって1年前、兄貴とうちの親父が杯交わした時、売借人してくれた。
兄貴、俺は絶対に兄貴の邪魔になるようなことはしません。だから俺を連れて行ってください。わかった。兄貴、ありがとうございます。明日の夜、沖縄をたとう。今日は事務所に戻って支度でもしてこい。はい。ハルカ。ん？リキアのことも頼んだ。え？あいつはここに置いていく。今のカムロ町は危険すぎる。あいつを連れて行くわけにはいかない。おじさん。ほら、このワンコ逃げんな。そっち行ったぞ。待て。さあ、観念しろ。
どうもどうも。 さあ。 まだ負けんもんね。いやー、うわ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 ー、
すまんね。
しゃいませ。いらっしゃいませ。おじき、
いらっしゃいませ。申し訳ありません。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。申し訳ありません。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。またどうぞ。